東条会を標的とした凶霊会の銃声、神室町は混迷の度合いを深めていく。誰の目にも見えていたのはヤクザの島争いという単純な図式だが、その陰に大手ゼネコンや政治家たちの存在が垣間見える。そして矢上のすぐ背後ではモグラの鋭い爪が新たな犠牲者を生み出していた。どういうことです？新谷先生が。でも矢上さん、さっきは大丈夫だって。なあ沙織さん、俺もまだよく飲み込めてないんだ。ただ犯人はモグラだと思う。警察に通報は？いや、これから。じゃあまず通報した方がいいです。それから通報は沙織さんの方で頼める。え？俺は警察が来るまでにできるだけ現場を調べておきたい。頼むよ。わかりました。よろしく。源田法律事務所から通報を受けてきた。いきなりあんたが来るとはね、黒岩刑事。新谷弁護士か。ええ、よく知ってるよ。羽村を無罪にした凄腕だからな。
そうか。お前、それが妬ましかったんじゃないか。はあ。被害者とはもともと不仲だったって。なるほど。挨拶代わりに人を犯人扱いか。できる刑事はやっぱり違うな。これから鑑識を入れる。お前には住居人として立ち会ってもらう。その後ここは立ち入り禁止だ。いつまで？少なくとも今夜はよそで寝る子探せ。そんな金ないんだけどな。汚職警官に払ってる金があんだろ。綾部の情報はガゼも多いぞ。何の話です？お前、警察なめんなよ。ああ、さっきまで警察の捜査に立ち会ってて。源田先生はまだ事務所に？ええ、八神さんから新谷先生の話を聞きたいって。私も同じです。星野君も。分かってる。今からそっちに行くから。じゃあまた後で。大変だったな、八神。疲れてるとこ悪いがよ。新谷のことを話してくれるか。新谷先生と連絡が取れないって、沙織さんからそう聞いたんで電話をかけてみました。その着信音がうちのクローゼットの中から聞こえてきたんです。新谷はモグラの手口でやられてました。モグラの手口って、じゃあ新谷先生も目を？ええ、えぐられてた。凶霊界に狙われてたはずがモグラにやられるなんてな。新谷先生、今日何か知っている口ぶりでしたよね。ああ。どうせヤクザ同士の抗争とでも思ってんだろう。でもな、モグラはそんなんじゃねえんだよ。あの人は何か俺も知らないモグラの情報を持ってた。多分羽村からの仕入れだ。その口封じに殺されたのかもしれない。あの、モグラが新谷先生を八神さんの事務所で発見させた理由は何でしょう？わかんねえ。奴を追っている俺への嫌がらせか脅し、その両方かも。八神。はい。お前しばらくおとなしくしてろ。かなりヤバいんじゃねえか。なんなら少し町を出てた方がいい。お前までモグラに狙われたら。わかりました。先生の言う通りにします。俺は新谷が駆け出しの頃から見てきた。あいつ頭が良くてよ、俺なんかより何でも要領が良かった。ただいざって時の育児はねえし、弁護士としちゃ粘りも弱い。それでもずっと俺についてきてた。この先もずっとそばにいるもんだと思ってた。初めて俺がここに来た時、弁護士のイロハを仕込んでくれたのも新谷先生です。
頼れる先輩でした。報告ありがとな、矢上。沙織君、今日も帰ろう。駅まで送る。はい。お前今夜ここで寝てったらいい。助かります。星野君は？僕はもう少しやってから帰りますんで。そっか。じゃお先。おやすみなさい。この事務所を八神さんの自由に使っていいですから。もともと僕の方が新参者ですし。八神さん、さっき言ってましたよね。源田先生にしばらくおとなしくしてるって。でも本当はモグラを大きでいるんじゃ。もしそうだとしたら。源田先生には黙ってます。ただその代わり、うん、僕もいいですか。一緒にモグラを追いかけても八神さんたちの足は引っ張りません。だから。もしかして新谷の敵討つため？あの人はいつも自分に自信がないのを虚勢で隠して。分かりやすい人でした。見た目や態度よりずっと弱かったはずです。羽村の頭とだって好きで付き合ってたわけじゃない。ヤクザなんて怖いに決まってますよ。その結果が今回の事件です。僕はいつも新谷先生のすぐそばにいたのに何の力にもなれなかったんですよね。本当に僕は若造で自分でもまだどんな弁護士になりたいのかさえ分かってません。刑事弁護なのか、それとも民事でやっていきたいのかすら。でも仲間が殺されても知らん顔なんて、そんな弁護士になるのだけはごめんです。ですから。いいのか？源田先生はおとなしくしろって言ったんだ。なのに君が俺と動いたら。気にしないでください。自分の弁護は自分でできますから。だから八神さん、いいですか？僕も一緒に。オッケーしないと源田先生にチクるんだろ。ねえ、申し訳ないですけど。よし、わかった。じゃあ早速一つ頼まれてくれ。喜んで。まず殺される前の新谷が何をしようとしていたか知りたい。でそいつが分かるかもしれない証拠があるんだ。今日新谷がスマホからかけてた電話番号、これがどこのものなのか知りたい。なるほど、了解です。でも運が良かったですね。犯人がスマホを残すなんてミスしてくれて。こうやって通話履歴も見れるし。いや、ミスじゃない。スマホの端末をどうしようが通話履歴は残るんだよ。あ、そうなんですか。ひょっとしたらモグラは早く俺に死体を見つけさせたかったのかもな。え？わざわざうちの事務所なんてとこに死体を隠したんだ。どんな騒ぎになるかすぐ見たかったとか。あ、さっきの電話番号ネットにありました。先端創薬開発センター、そこの代表番号ですね。なんだって？知ってる場所ですか？3年前その創薬センターで殺人があった。
入院中の患者がそこで殺されて山に捨てられたんだ。そして捕まった犯人が大久保新平。大久保って、あ、八神さんが弁護した、あの大久保新平は創薬センターに出入りする理念業者で、タオルやシーツを 2,3 日おきにクリーニングしてた。で、回収したシーツごと死体を運び出したとされてた。そうでしたね。その裁判で八神さんは大久保を無罪にして、でも彼はすぐに次の事件を。もうそこまででいいよ。新谷先生はなんでまた創薬センターに連絡を？誰と話そうとしたんです？それはセンターに問い合わせれば多分わかる。ただ今日はもう遅いか。星野君も帰りな。お互い少し休んだ方がいい。じゃあ明日から仕切り直しですね。どんな風に進めます？そうだな。ここだと源田先生の目があるし、神室町のシャルルってゲーセンがある。まずはそこをアジトにしよう。わかりました。海藤さんには僕から連絡しときます。ああ、助かるよ。じゃあ明日またシャルルで。あの、あの、八神です。
ヤガミさん。ん？ああ、カイトーさんに声かけてもらったんです。仲間外れにしないでくださいよ。あら、遠慮なく仲間外れにしてくれていいんだぞ。っていうか、なんでここに集まるとすんだ。でもいい人ですよね、東さんって。そう言いながらちゃんと場所貸してくれるんだから。ヤクザなめんなよ兄ちゃん。そうやって凄むと、むしろかえっていい人の部分が見えちゃいますよね。なんだと。へえ、星野くんって見た目より気も座ってんだね。案外腕も立ったりして。一応空手は三段です。え？喧嘩で使ったことはありませんけど。役者は揃ったみたいだな。ああ、そうらしい。
源田法律事務所の新谷弁護士が殺された。遺体は両目をえぐられてて、その手口からモグラが絡んでる可能性が高い。みんな手貸してくれるか。先端創薬センターか。また妙なとこで妙なもんが出てきたな。八神さんにとっては因縁の場所ってわけ。ああ、新谷は殺される直前、なぜかその創薬センターに電話をかけてた。創薬センターって去年テレビで騒がれてたね。確かノーベル賞ものの新薬を作ってるとかで。ええ、これですよ。本日は先端創薬開発センターで開発を進めておりますアドデック9の論文が科学雑誌に掲載され、海外を含め多くのメディアの方々にお集まりいただきました。認知症の新薬でアドデック9、センター長の木戸博士がその論文を発表したんです。まだ動物実験の段階ですけど、認知症の実験マウスをほぼ正常に回復させたと。この笑顔でフラッシュ浴びてるのが木戸博士です。神経脳生理学の世界的な権威で、アドデック9論文の筆頭著者。3年前大久保事件の時、センターを案内してもらった。その時から木戸はセンター長だったよ。今はアドデック9の完成に向けて厚生労働省が予算枠を強化してるみたいですね。創薬センターの建物、今度また一気に増築するようです。景気のいい話だな。だがよ、そんなとこにあの新谷がなんで電話してたんだ。それをこれから確かめるんでしょ。センターに問い合わせてさ。てめ、人の電話勝手に。まず新谷さんがセンターの誰宛に電話をかけたかだね。ああ、それを電話だけでどう聞き出したもんかな。そこは腕の見せ所じゃないの、八神探偵。先端創薬開発センター統合受付でございます。あ、もしもし、私は源田法律事務所の弁護士で八神と申します。あ、はい。昨日私の同僚で新谷という者からそちらに電話があったかと思うんですが、彼と話をされた方につないでいただけますでしょうか。昨日のものと言いますと、名前はお分かりになりますでしょうか。いえ、分かりません。ではご用件は何でしたでしょうか。担当のセクションにおつなぎいたします。要件はですね、多分認知症の治療薬についてだったと思うんですけど。それだとちょっと分かりませんが、広報におつなぎします。よろしいですか。ええ、お待ちください。なんかあまりいい手応えじゃなさそうだね。お待たせしました。はい。広報では新谷様から昨日お電話はいただいてないとのことです。そうですか、わかりました。電話じゃ難しいな。もう創薬センターに直接行った方が早い。行けばなんとかなるの。俺も一応センター長とは面識もあるし、最悪無駄足でも構わないんだから。僕も行きますよ、八神さん。ほんじゃ俺は東と松金組の様子でも探っとくか。羽村の頭が消えたままだしな。なんだよ、また勝手にそんな。そういえばさ、
八神さんが無罪にした大久保新平だっけ？今はどうしてるの？拘置所にいる。死刑囚は刑が執行されるまでずっとそこだ。八神さん、面会に行ったりとかは？いや、俺は一度も。なんでそんなこと聞くんだ？大久保って実際どんな人だったのかと思って。結構ニュースでも騒がれた事件だったから。八神さん、大久保を無罪にした時本当はどう思ってたの？マジで無実と思ってた？多分な。でもその後あいつ恋人を殺しちゃったんでしょ？それも八神さんが弁護してたよね。ああ、その時も無実だと思った。大久保はそう言ってた。誰も殺してないって。ただ俺はそれを信じきることができなかった。法廷で彼の無罪を主張するたびにずっと吐き気を感じてた。じゃあ大久保は死刑で当然？もうそのくらいで勘弁してやれや、杉浦。ちょっと立ち入りすぎた。いや。ならいいけど。八神さん、すぐ行きますよね、創薬センター。僕先行ってタクシー捕まえておきますから、公園前通りで待ってます。そうや、妙なとこで古い因縁とつながってきたよな。何か勘違いしてるのかもしんね。俺はお前らの仲間になった覚えはねえぞ。